ジュリオ・カスタ・ニオリは、イタリアの現代音楽の作曲家、音楽学者。1958年生まれ、ジルベルト・ボスコ、カルロ・ピネッリ他に、トリノで支持。その後留学先で、ブライアン・ファーニ法に支持し、その結果は、ブライアン・ファーニ法の3つのピアノ曲と題された、論文に詳しい。短期間、フランコ・ドナ・トーニにも支持している。 彼は作曲活動のみならず、20世紀の音楽研究でも名を挙げており、ジャチンとシェルシとジョン・ケイジの研究はよく知られている。この他 MGG のドナトーに、ファーニホ法、クルターグ、カスタルリ、ベリオ他の主要作曲家の項目の執筆は彼である。ことで、研究活動で世界に知れ渡った感が強いが、実際の彼は、現代音楽の作曲家であり、100作を超える。 精力的な活動で知られる。ストラディバリウスからリリースされた作品は、スペクトル学派へ中国趣味をブレンドした簡素で効率の良いエクリチュールで知られたが、アジア全般に広く興味があるようで、日本趣味の作品もいくつかある。このほかアルラーガなど、異国趣味は相変わらずで、片っ端から第三国の印象を自らの作風へ突きしていく感性は、 思いのほか19世紀的と言える。2003年に発表されたピアノ競争曲では思い切った調整への転向が行われたが、オーケストレーションは集中力があり、聴覚上は単純でも譜面の外観はかなり込み入っており、アンドレア・ポルテラの活動に先駆けた試みである。古い歌では日本の伝統邦学へユダヤ趣味をブレンドするなど応用力が高い。彼は、 東京でチェンバロソロの作品を、大阪でシャミセントバイオリンソロの作品を発表し、日本では若干なの音楽家に知られた存在である。ただし、彼の本領といえる、管元楽作品やオペラ作品は日本で日の目を見ておらず、今後の需要に期待が持たれる音楽家である。かつて、第1回アウディでムジカデレスフェーレ文化、協会主催国際作曲コンクールの審査員を、 勤めていたことがあるが、その際には森川幸太郎と小出枠後に賞を授けている。著書記事、ありがとうございます。